稚内港は北海道稚内市にある港湾。港湾管理者は稚内市。日本国の実効支配が及ぶ領域では最北にある港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港である。東北の産業や生活に関わる物流の拠点である、ほか、沿岸漁業や沖合漁業の基地、利尻島、レブン島やロシアサハリン州との間をフェリーや 旅客船で結ぶ連絡港としての役割がある。また、サハリンプロジェクトに関する支援基地として活用する動きがある。2007年には、北海道第1号の港アシスに、港アシス稚内として登録されている。稚内港港湾洋欄参照大型京線、岸壁小型京線、岸壁国内航路国外航路、現在の北防波堤に接岸している地箔連絡船。 兄は丸、稚内港周辺の空中写真国土、交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成稚内港は、江戸時代の天明年間に、正木藩が、雲んやおき、漁業開拓により、魚介類の搬送を行ったことが、始まりとされている。明治には、北海道北部開拓の玄関口に位置づけられ、日露戦争を経て、 日本が南カラフトを領有すると、稚内はカラフトへの最大航路として、本格的な往来が始まっていった。太平洋戦争後はカラフトとの航路は途絶えてしまうが、稚内港は北洋漁業や天気畳連の拠点港、利尻島、レブン島への連絡港などとしての港湾整備が行われていった。戦後のサハリン航路については、1989年に、 ホルムスクへのサハリン観光のツアー船が稚内港を出港し、1991年にはコルサコフへのツアー船が出港した。1995年にはロシア船によるコルサコフ航路が定期航路として50年ぶりに復活し、1999年からは東日本フェリーによるコルサコフ航路が運航開始した。 資源開発、サハリンプロジェクトが一段落すると利用者の減少が顕著になり、詐称を免除してのサハリンツアーを再興する対策を講じたが、2012年にはロシア側からコルサコフ港の港湾施設使用量の50%値上げを通告された。2014年にハートランドフェリーはサハリン航路からの撤退を表明し、2015年に運航終了した。 2016年に稚内市は第3セクターの北海道サハリン航路を設立し、ロシアのサハリン船舶会社と運航契約を締結して運航再開した。注射区出展港アシスはカナイに関するカテゴリー。ありがとうございます。